こんにちは。僕はジェロームと申します。今年は高校3年生です。私はシェルルです。今大学2年生です。私はキムです。大学2年生です。私はステファニーです。大学2年生です。今日は日本に好きだと実感することや日本人とオーストラリア人の生活の違いについて話したいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、私はジュロームと申します。まだ高校3年生ですけど、今大学の日本語授業を受けています。日本語を習い始めたのは中学校の頃に必修科目として勉強しましたが、小さい頃から日本語に興味があったので、まだ続きたいと思います。私は5歳の時に台湾からオーストラリアに移民したので、オーストラリアと台湾の文化や生活を両方経験したことがありますので、日本とオーストラリア、そして台湾の考え方について少し話したいと思います。日本と台湾では空気を読むということがありまして、それはみんなは他人が言ったこととやったことを注意して適当に言葉をと行動を選ぶことです。私たちには当然なことだと思いますけど、オーストラリア人にはそうでもないようです。私の経験で自分が言いたいこととしたいことをはっきりしないとオーストラリア人に失礼に見られるから、しない方がいいと言われました。これはいい点と悪い点が両方あります。まず空気を読まなくて、いつも自分のことを考えたら他の人に迷惑をかけるかもしれません。でも逆に言うと、いつも自分のことをやらず他人に合わせば、結局自分が言いたいこととしたいことを失われるかもしれません。台湾ではよく授業で問題の解決方法を考えるときに自分の意見などを出すのは怖いから、話が終わっても状況が進歩できない。自分がやりたいことをしながら他人のことを注意して迷惑をかけなくのは一番だと思います。こんにちは、私はシェルルです。今大学2年生で専攻は経済学です。日本の文化や日本の食べ物に趣味があるから日本語の勉強を始めました。日本に3回行ったことがあります。その中の1回は高校生の時、神戸で2週間留学しました。その経験を通して思ったことについて話したいと思います。はじめに、日本とオーストラリアの交通機関には大きな違いがあります。オーストラリアの交通機関は決まった時間帯に来ることがほとんどないです。特にオーストラリアのバスは当然のことのように毎回遅れてきます。なぜならオーストラリア人はもし遅刻したとしてもあまり困らないからです。それに比べて日本では1分の遅れも許されません。もし電車が遅れた場合には会社や学校に提出するの通勤支援証明書がもらえるほどです。オーストラリアはもっとこうあるべきだと思います。次に、私は日本でマスクをつけている人の数の多さに気づきました。オーストラリアではマスクをつけている人に対して異常なまでの偏見を持つでしょう。日本人にとっては普通なことでも、オーストラリアにとっては違和感を感じるものかもしれません。しかし日本に長く住んでいる外国人は時代に慣れてくれるでしょう。例えば、初めは納豆を臭くてまずいと感じる外国人も、慣れてしまえば美味しく食べれるようになるかもしれません。確かに日本とオーストラリアの生活は違いますね。皆さんはオーストラリアの文化や習慣に慣れることができると思いますか？
こんにちは、キムと申します。私は2年生で、専攻は生物学です。日本語は私の専攻が関係ないですが、日本の社会、文化、習慣などは興味がありますから、日本語を勉強しています。その結果、今年私は1ヶ月半間ぐらい日本に住んでいて、その経験について話したいと思います。私は日本で留学するだけでなく、老後もしました。短かったですけど、その時日本の習慣、文化にちゃんと経験しました。もう3回日本に行きましたから、当然のことのように日本の規則を従います。例えば、電車を待っている間に、駅のプラットフォームで並びます。そして、電車で大きな声で話すとか、携帯で話すのはダメです。日本でそれは普通だけど、オーストラリアに比べてとても変な規則で、オーストラリア人はよくそれをします。外人でさえ初めて日本に行くときに、その規則はよく従うことができませんが、馴染まないわけではないです。そして日本で地震は普通だをしていますのに、最近今までわかりませんでした。オーストラリアでは火と天災がありますが、地震は珍しいです。地震があればよく小さい道だけです。その結果、地震の時にオーストラリア人は何をすべきかよくわかりません。日本の大学で留学する間に、防災館で地震の手順を習って、2週間後大学の寮で地震を経験しました。でも、それは私の初めて地震を経験しましての経験ですから、とてもびっくりして、何をすべきか考えませんでした。日本人は何のためらにもなく、手順をします。日本でよくそのような行動は日常生活ですが、オーストラリアでも、イギリスでも、いろいろな国でもそれは普通じゃないです。確かに日本の社会はとても違うでしょう。こんにちは。私はステファニーです。今はメルボン大学の2年生です。科学を専攻しています。日本の文化と食べ物にとっても興味が深いから、大学を始めた後、ずっと日本語を勉強しています。今日はオーストラリア人と日本人の生き方の違い、そして私自身が日本にいる頃の経験について話したいと思います。よろしくお願いします。オーストラリアでは時間がのんびり流れていくような気がします。それに対して日本でみんな時間を追いかけているような感じがします。でもそれは悪いことわけではないです。それは日本人が仕事と家族にも責任感を持つということを示しているではないだろう。なぜそういうことを思うなら、日本人が朝早く起きるのも、電車がめったに遅れるのも、仕事に遅刻したくないためと考えられます。日本ではある程度に自由で生きることができないと思います。日本人が周りの視線を気にしなければならないという考え方はあるかもしれません。やりたいことはやる、そして好きなペースで生活するのは簡単なことではないと聞いたことがあります。それは理解できないわけではないですが、私ならできる限り自分らしく生きます。あんまり周りの視線を気にせず、自分が好きなことをします。でもそれは私がオーストラリアで住んでいるからこそできるかもしれない。日本では時々それは難しいのは理解できます。それが2つの国の生き方と文化の違いではないだろう。私が日本にいた時、ゴミの分け方がよくわからなくて、いつも他の人と確かめる必要がありました。ゴミを分けて捨てるのはリサイクルをもっと安くになるためと思います。リサイクルを通じて環境を改善します。その点についてオーストラリアは日本を学ぶべきと思います。私は日本に2回いたことがあります。しかし今までわからないことがあります。どうして日本では公共のゴミ箱はそんなに少ないですか？皆さん、
日本とオーストラリアの生活は結構違いますね。その違いについていかがでしょうか。私たちのビデオを最後まで見てくださってありがとうございました。ぜひ下にコメントしてください。ありがとうございました。